どうも、ケイドラです。今日はチームメンバーの COA とハルさんとキシャンさんとリーグマッチの方やっていきたいと思います。武器の方はスプラスピナーを使っていきたいと思います。ショッツル鉱山のガチアグラ。こちらがフォッカス、赤ザップ、スプラスピナー、もみじシューターとなっています。相手が、寿司、赤ザップ、スプラシューター、ベッチュー、クワトロッパー、ホワイト、ブラックですかね、になってます。しまいやって、OK。僕はちょっと届かないかなぁ。線溜まったんですぐ打ちまーす。行きしたいところですが、右側も見えたので、右側に行きます。ジャンプを避けて、一枚やって OK。ミサイルがもうちょっと溜まりそうかな。ヤグラに向かって撃っていくというような感じですね。ミサイルと食い物相性が結構いいですよね。ちょっとミサイルとか当たっていきましたね。なんとなくマルチミサイルの被弾率が上がったような気がしなくもないかなっていう思いますね。さあ防衛ですね。ここはちょっと逃げる場所が悪かったですね。カバー入ってもらって OK。さあ結構こちらまだリードも取れてないという状況ですね。まず当てて、OK、ナイス。さあ裏の防衛ですね。クイックボーンをクイックパンチみたいな感じでね。ナイス。全体的に負けてるところだーっと塗りつつミサイル貯めていきますね。チーチで OK。ミサイルで、まさかのここにいるっていう展開ですね。マルチミサイル索敵として使えるんですけどね。まさか、左側にいるとかっていう感じですね。OK、さあまだリードは取れてない状況ですね。撃たれて、ちょっときついかな。撃てるかな。やっとけ、中には入れて追撃と。で、OK、さあもうちょっとでリードが見えてきますね。なんとかリードしていきました。僕は任せて正面ミサイルいきます。 OK、 ナイス。真ん中やって OK。 ここ耐えれるかな。OK、 打ちで OK。ミサイル貯めて、ミサイルが結構簡易センサーみたいな役割果たしますからね。これでいいかな。 OK、 ナイス。さあこうやっていくか。 OK、 ナイス。 OK。 さあちょっと一旦引いて、乗ってもらってるんで自分は前に出るような感じで行きます。ワリの中でも結構前線を張りやすい武器になってるんでね。やっぱりボムがあるのとないのでは全然前線張れるか張れないかっていうのが変わってくるんでね。まあ、ちょっと引っかかっちゃいましたね。残り30秒。さああとは守るだけという展開ですね。
殴り込んでいく感じですね。クイックボールで殴り込んでいくと。こんな感じですね。やって OK。最後打って、スッタメンを入れて、ここはゲームだ。ナイス。さあ、あと乗るだけですね。乗った方がいいですね。つまりやって OK。やって OK。OK、ナイス。ようやくチームの声を入れて録音することができるようになったので、今後の配信はチームのメンバーの声を入れて配信していければなと思ってます。また、よかったら見てください。よろしくお願いします。失礼いたします。ケイラでした。